ガッツ、百年戦争って知ってるよな。ああ、なんとなく。ミッドランドとチューダーの戦争だろう。そう、100年前にチューダーがミッドランドに侵攻して以来、未だに戦いを続けてるんだ。吐きもせず、よくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は食いぶちに困らないわけだ。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。へえ。しかしなんでまた大国が俺たちみたいな傭兵を雇うんだ。最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。そこで我ら鷹の段に白羽の矢が立ったというわけさ。何者であれ、俺の邪魔はさせない。にふさわしい働き見せていただきましょう。俺様に任せとけって。調子に乗りすぎるなよ。俺の足引っ張んなよ。俺の邪魔はさせん。出陣する。頑張ってんな。Yeah!
戦闘終了。各隊、損害を報告しろ。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。そんなもんかね。でも、シーテイやグリフィスかな、やっぱり。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血の間臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。